だからあなたは信頼されない。はい、こんにちは。ライフコーチのミスター・オカチです。本音で生きるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介しています。はい、今日もありがとうございます。突然ですけど、あなたに質問です。あなたは職場やコミュニティで周りの人から信頼されていますか昔の僕は 完全にノーでした。20代の時は、えっと製薬会社で M.R. 薬の営業マンをやっていたんです。で、その時ね、まあ、結果を出した時もあったりしたんですけれども、みんなからは田名ボタやろうと呼ばれてました。田中ラボ田持ち、たまたま良かっただけやろうと。 えー、評価よりも評判のいい MR になれ、営業マンになれ、そのように言われたこともありました。つまり、数字だけ結果を出すんじゃなくて、周りからも信頼される、そんな社会人になれ、そのようなメッセージでございました。はい。で、その時はその意味がさっぱりわかりませんでした。なんで信頼されてないんやろうって。でもね、今もう40歳になって、あれから20年経ち、これまで1万人以上の人と、えー、向き合ってきました。その経験の中で、 信頼されている人と信頼されていない人には決定的な違いがあることが分かったんですはい信頼されていない人はあることをやっていないそうなんです そのあることをやってなかったらどれだけ結果を出してもどれだけ周りの期待に応えても信頼されません信じてもらえないつまり仕事を任せてもらえないんです仕事を任せてもらえないからか新しい仕事を覚えることができない能力を身につけることができないだからいつまでたっても成長しないんです伸びていかないだから自分がやりたいことをその職場でそのコミュニティで実現することができないんですその会社で居場所がなくなっていく、うん 昔の僕がそうでしたはい、えー。なので今日のテーマは信頼されていない人がやっているあることとその対処法を解説したいと思います、えー、この動画を最後まで見ていただけたら周りから信頼されるための方法が分かりそしてあなたらしく、えー、人と関わることができるようになると思いますので最後までご視聴ください はいということで、えー、ここまで言い切れた <laughs>、はいえー、このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための考え方や行動習慣を全力で紹介しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいですあと概要欄でも SNS を貼り付けてますインスタツイッター、えー、音声ラジオあとクラブハウスも始めましたよかったらつながってください はい。それでは本題ですね。えー、今日の本題は、えー、あなたが信頼されない理由ということですね。なぜ信頼されないのか。それは、あることをやっているからです。それはこれなんです。あ、ちょっとプロテインのもう最後ね。これプロテインね、一番最後ね、これなんかこう、まだ溶けきれてないプロテインが結構こう、集まっててね。 うんまあ、ちょっと、まあ、元気もりもりで <laughs> やっていくんですけどはいえっ、ー、となぜ信頼されないのかですよねはいこれですこれじゃあマックス君教えてじゃんはいトレードオフに責任を持たないそうなんですよ信頼されない人はトレードオフに責任を持たないんですだから信頼されないんですトレードオフとは何か 何かを得ると何かを失うということです。はい。もうこの世界すべてそういうふうにできています。ね。えっと、じゃあ安いもの、安い原材料で、えー、も、やろ、製品を作ると品質は下がる。ですとか、えー、車に乗ってめちゃくちゃ便利で早く移動できるけれども、大気が汚染されて環境が破壊される。 かねえー、あとは何だろうな仕事を辞めて時間はたくさんできるっていうプラス面はあるけれどもその結果お金がなくなるっていうマイナス面があるそうなんですよこのように全てのこの世界は何かを得ると何かを失う。 この両方あるんですよいろんんな面があるんですよいいとこだけじゃないんですよ。悪いとこもある。で、悪いとこだけじゃないんですよ。いいとこもあるんですよ。この両面があるの、あるんですよ。あるのにもかかわらず、えー、っと、信頼されない人は、このプラス面しか見ないようにしている。プラス面しか考えないんですよね。で、マイナス面気づいても、それをマスクするんですよ。こうやってマスクする。プラスしかないよね、楽しいよね、頑張ろうねって。 このマイナス面を蓋するんですよ。見ないようにする。考えないようにする。それを言わないんですよね。はい。なので、でこのね、 その結果どうなるかというと、例えばね、えー、なんやろな、えー、課長、う課長になって、えー、部下がなんか失敗とかをする。でも怒ってはいけない、怒ってはいけないと思って、いいよ、いいよって優しくする。優しくすると、その部下は、まあ、ストレスがたまらへんくて、まあ、嬉しいかもしれへんけれども、その部下が成長することはないですよね。何 <laughs> でもええよって言ってる状態やったらね。それとか、困ってる人は助けないといけない。 っていうふうな気持ちを持って困っている人を助けるこれはいいことなんだもしかしたらその人はありがとうって言われるかもしれんでもその結果その人は自分で乗り越える力が育まれていかない 子育てでもありますよね子供が困らないように困らないように靴ひもを結んであげたり服を着させてあげたりするそうすることで時間は短縮されたり子供には喜んでもらえるかもしれないけれどもその結果靴紐を結べなかったり服を自分で着られないそのようなマイナス面もあるということなんですねそれとか「願えば叶うんだワクワクしようポジティブなことしか考えない」っていうふうにね「願えば叶うかなう」っていうふうに信じていて現実を見なかったら ね。前に進まないじゃないですか。行動しなかったらね。悪いところを見て、その悪いところをほったらかしにしてたらね。前に進まないんですよ。 そういうことなんですよね。だから信頼されない人っていうのは、このトレードオフ、プラスとマイナス、両方存在してる。もう起きてるんですよ。もう同時に起きてるんですよ。プラス面しか起きないじゃないですよもう、それ何かを選んだ段階で、その選んだこの選択肢には、プラス面もマイナス面も同時に起きてしまってるんですよ。起きてしまってるのに、いいとこしか見ない。マイナス面も問題が発生してるんですよ。確かに発生してるんですけど、それを隠したり見ないようにする。だからその問題がものすごく大きくなるまで気づかないんですよね。でそれ大きくなった時にはもう取り返し よくあるんですすよな、はい、なのでで信頼されないですよねでその結果プラス面しか見ないから、まあ、なんとなくねその場は雰囲気が良かったりとかなんとなく明るいふわーっとした幸せな環境はできるんだけどこの「 マイナス面がそのうちバッて明るみに出てきて物事がうまくいかなくなったり問題によってその関係が崩れたりとかしてえ最終的に自分が本当に求めているその結果を手に入れられなかったりするんですよで関係性も悪くなったりするんですねはいだから信頼されないんですよ信頼されない人っていうのはトレードオフに責任を持たないいい面しか見ようとしないいい面も悪い面両方とも責任を持たないということなんですよじゃあどうしたらいいのか はい、この逆ですよね。トレードオフに責任を持つとということなんですよプラス面もマイナス面も両方ちゃんと認識してそういうのがあるんだって認めるんですよ。な,ないんじゃないですかあるんですよ。確かに存在するんですよ。何かを選ぶといいとこもあるけど悪いとこもある。同時に起きてるんですよ。それをちゃんと認める。 見るんですよ見ようとする向き合うんですよ。で向き合ってあるんだなと。でその上でそれをちゃんと自分が引き受けるということです。それに責任を持つということです。いい面だけ責任を持つ悪いところは知ら違います。いい面も悪い面も両方とも認識して向き合って責任を持つ。その上で地に足をつけて一つ一つ。 やってていいくく行動していくこれなんですよねマイナス面を見ずに行動が大事だ努力が大事だ楽しいでって言ってやっててもそれ進まないんですよねでその問題が大きくなってもう時すでに遅しになるのでなるのでまず大事なことは行動することも大事、ね、ポジティブに考えることも大事なんだだけれどもマイナス面もあるということを認めるプラスとマイナスで同時に存在するということを認めるんですよでその上で行動するということですよねで ね、そういうことですよ。困っている人がいた。それ助けることも大事。助けてあげると、その人に力が身につかないよね、ということをちゃんと把握するんですよ。だから、助けてあげるのが大事。助け終わったら、じゃあ、一緒にこう、次こういうことが起きたら、次、えー、こういうことを起きた一人で、ね、それを解決するためにはどうしたらいいのか、一緒にちょっと考えようね、とか、いうことを言うとか。助けっぱなしやったら身につかないじゃないですか、能力が。そういうふうに、プラス面マイナス面もあるということを分かった上で、じゃあ、自分はそのマイナス面をどういうふうに対処していくのか、ということをちゃんと考えて、 具体的に行動すするとということですよね例えば車を乗ったら便利だけれども大気汚染するじゃあ車は便利だけれどもその大気汚染大気汚染がしないようにするにはどうしたらいいのか。 ということで、あの低燃費の、えー、車が開発されたりとかね、したじゃないですかあの、プリウスとかね。そういうことなんですよ。マイナス面は確かに存在する。そこを見ないようにするんじゃなくて、そこと向き合うんですよ。向き合った上で、それをどういうふうに対処していくのかっていうのを考える。これが責任を持つということです。責任を持って生きるということで、それが自分の人生を生きるということだと思うんですよ。はい、責任を持って生きる。自分の人生を生きるというのは、いい面も悪い面もちゃんと引き受けるということ。その上で、自分で決めて、自分で 選び取って生きていくこれが自分の人生を生きるっていうことなのかなって僕は思っていますはい。でそういうことを自分の人生を生きて責任持って生きてたら周りからも信頼されるようになるんですよね。商品を紹介するときにこの商品はこんないいところもあってこんないいところもあって他の商品と比べてこんなメリットがあるからだから買ってください ね、これいいところだけしか伝えてなかったら信頼されないじゃないですか。こういういいところもあるけどこういう悪い面もあ,りあるんですよと。でもこういう悪い面に対してはこういうサービスで解決できると思いますけどどうでしょうというふうにいいところも悪いところも両方見せてもらえる方が信頼されませんかね。 あこの人はちゃんとんやろいいところも悪いところも考えれてるんだなとんやろいいところばっかり言って俺を騙そうとしてないんやなということがちゃんと分かりますよね。ねだから自分の弱いところを出すとかねそういうのもそうですだから信頼される人っていうのはプラスだけじゃないマイナスも見せるんですよはい。 自分の悪いとこ自分のコンプレックス自分が失敗したこと自分がミスしたこといいとこだけじゃなくてそういう自分の強み以外の弱みもちゃんと見せるマイナス面も見せるということそうすることであこの人は信頼されるんだなと思うんですよねはいプラス面しかなかったらこの人どんなこと考えてるんやろとかねこれマイナス面ってあこういうとこマイナス面あるのにこれ隠してるんかなと思って信頼されなくなるんですよだから大事なことはプラスだけじゃないこのマイナスマイナス面もちゃんと積 責任を持つマイナス面をちゃんと表現するということこういうことが人と人の関係を結,び結んでいく上で大事なことかなというふうに僕は思っています。はいということで、えー、今日は、えー、と何だったかな、えー、信頼されない理由とその対処法を解説させていただきました。はい 信頼されないのはトレードオフに責任を持たないということトレードオフっていうのは、えー、何かを得ると何かを失うという関係なんですこれは同時に起きているんだということなんですよでこれに責任を持たないからいい面しか伝えないから信頼されないということはいじゃあ信頼されるにはいい面も悪い面もあるということをまずは認める認識する向き合うということその蓋を剥がすんですよで剥がしてその悪い面も見えたらじゃあそれに対してどういうふうに解決していくのかっていうのをちゃんと考えて地に足をつけてね ワクワクだけじゃないですよ地に足をつけて進んでいくはい、これがすごい大事なのかなと思ってます弱いところマイナス面、短所ミス失敗そういうところもちゃんと認めて表現できるようになったら相手もちゃんと あ自分のね困っていることであったり悩んでいることを相談してくれるようになる打ち明けてくれるようになるそういう関係をつないでい紡いでいくことで、えっと、信頼関係が、えー、深くなっていくのかなっていうふうに思っております、えー、今回の動画少しでも勉強になったためになったおかち頑張れマックス今日も良かったよっていう方は高評価ボタンを押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいですあとコメントもすべて見ていますあのおかちファイト でもお勝ちファイトでもいいのであのコメントとかしてもらえたら嬉しいです、えー、あーこんな感じでねこのチャンネルではとにかくあなたがあなたらしく生きるための考え方や具体的な行動習慣を紹介していますもしあなたが自分らしく生きたいって自分の力を発揮したいっていうふうに願っているのであればチャンネル登録ボタンポチッて押してもらって仲間になってくださいはいジエンドそれではワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバーイ